第四十七回 NHK 紅白歌合戦は九百九十六年十二月三十一日に NHK ホールで行われた通算四十七回目の NHK 紅白歌合戦。二十時から二十一時二十五分及び二十一時三十分二十三時四十五分に NHK で生放送された。第四十二回にトンネルズとして出場した木梨憲りが今回 健三郎＆ジョージ・山本として出場した。近藤雅彦は第三十九回以来八年ぶりの出場となった。玉木孝二はソロ歌手としては初出場だが、以前安全地帯のバンドボーカルとして第三十六回に出場しており、それ以来十一年ぶりの出場となる。アンリがアンケート指示の高さ、カラオケでの人気を理由に第四十回以来七年ぶりの出場。 小林明が、ふるさとと人の心というテーマに沿った人選として、米米クラブが、アンケート指示の高さを理由に連続出場した。パフィは9月の段階で、テレビ神奈川の年越しライブへの出演依頼を受けてしまい、紅白出場を辞退することになった。当初は、出番の合間を縫って、NHK ホールに出向き、紅白に出場することも検討されたが、 結局スケジュール調整の都合がつかなかった。その後、吉村由美が12月4日に自転車事故で重傷を負ったため、結局いずれの出演も辞退することとなった。松藤や由美は、大晦日はお世知を作る、井上陽水は、恥ずかしい、サザンオールスターズは、年越しライブを開催する、矢沢英吉は、年末にバックバンドを一旦解体する、高橋真理子は、 出演する番組を限定している、久保田としのぶは、年末は、ニューヨークに行く、スピッツや、ミスター・チルドレン、ビーズは、興味がない、一曲だけ演奏するというのはどうも、年末は日本にいないといった理由で辞退。また、この年開催された、アトランタオリンピックの NHK 中継テーマソング、熱くなれを担当した、大国巻も、テレビには出演しないという理由で辞退。 前回それぞれ帰り先出場の西条秀樹、初出場の坂井の子は落選した。NHK によると、この年の音楽活動の不足が原因という。また5年連続出場していた高西香織が CD 売り上げの低下及び新しい路線を模索中だということを理由に落選。前回初出場したカモンスケは CD セールス自体は前年を上回ったものの落選。 この年、ポップジャムのエンディングテーマ、ジャムを担当したザイエローモンキーは、アンケート指示の低さを理由に落選した。森進一は29年連続出場達成、南春雄の持つ白組歌手の最長連続出場記録に並んだ。初出場以来6年連続出場中だった森口博子は翌年落選し、今回で出場が途切れた。 帰り崎出場以来3年連続出場をしていた、島倉千代子も翌年落選したため、連続出場は今回で途絶えた。以後、第55回で1回限りながら、復帰を果たした。同様に帰り崎出場以来3年連続出場を、していた松田聖子も翌年出場を辞退したため、連続出場が途絶えたが、その後聖子はたびたび復帰出場を果たしている。 同じく帰り先出場以来連続出場していた大月宮子や小林明も今回で連続出場が途切れ、今回が最後の出場となっている。米米クラブは解散前の最後の紅白出場となった。なお、米米は2006年に再結成を遂げ、第58回に1回限りながら復帰を果たした。今回の出場歌手をレコード会社別に見ると、 ソニーが11組と最多である。今回は、ジャニーズ事務所から近藤雅彦、スマップトキオの3組が出場し、近藤雅彦の登場前には、翌年シングルデビューする近畿キ,キッズがゲスト歌唱を行った。この年以降、ジャニーズ事務所からの出場は、スマップとトキオの2組のみとなり、嵐が初出場する第60回まで13年間完全固定された。 帰り先出場をした近藤は翌年以降、出場から遠ざかったが、第66回で今回以来の出場を果たした。日韓スポーツも、両組司会は、上沼、古立の三連投が有力と報じていた。日韓現代、2015年10月23日、郷田道人、紅白歌合戦の真実、郷田、紅白歌合戦の舞台裏、郷田、 紅白歌合戦の舞台裏、藤子、海、藤尾さん忍んで、ドラえもん賞、中井すねおたけコプターで、空中遊泳、中日スポーツ、1996年12月30日。かつら米朝紅白歌合戦の審査員の最中に、すやすや居眠りしていた、ニュースポストセブン、2010年9月30日一問、勢ぞろいすごすぎますせ。米朝首相。 感謝申し上げます。2015年4月12日放送会、グーテレビ番組、2015年4月12日第48回においても、司会発表前、各マスコミに白組司会の有力候補と報じられたが、結局、中井正宏にその座を譲ることとなった。第67回で、司会再当番の可能性が報じられたが、選出はなかった。産経ニュース。 2016年6月23日、日本レコード大賞の司会はこの年から2011年まで、紅白の司会経験者である、坂井正明が務めることとなり、紅白司会経験者の二人が、翌年の第39回日本レコード大賞で揃って、司会を担当する格好となった。ABC、小林幸子ピカ、1、紅白分刻み視聴率関西2連覇、 日刊スポーツ1997年1月7日付、大阪版、13版、22ページ。ABCDEFGHIJKLM、読売新聞1996年11月30日付、東京夕刊、5ページ。1996年6月、アジアの純真、こんなに売れるとは、パフィーまさかの紅白事態、スポニチアネックス。 2011年6月23日。ABCDEFGH、産経新聞1996年12月18日付、東京夕刊。サザンオールスターズ1996年越し、ライブイン、横浜アリーナ、牛、ハット AB、毎日新聞1996年12月27日付、東京夕刊、15ページ。 紅白にそっぽくみの言い分、ザックザック、1996年11月29日。ありがとうございます。